はようございます。おはようございます。おはようございます。かなりよく眠れました。説明させてください。今のうちに説明させてください。いろんなこと、はい、すいません。ナイスもよろしくお願いします。よかったら毎日目標100なんでご説明させてください。いや、すっきりしてるよ、そら。だいぶ寝たもん。女ちゃうて。だから説明させてくれて、もう。あることないこと言われてよ。女じゃありません。うん。ちゃんと説明します。サボったんじゃないて。とりあえずオープニングです。違うて。リスナーより女じゃないって。昨日はだから説明します、うん、女違います、うん、復縁してません、うん、違います。復縁なんかしてません、うん、いやいや、あの家見たらわかるだろ、切ったの。だから説明します。あーもうだるいわー、マジで。ほんま説明させてくれよ、ちょっと。しゃあないやん、そんなこと言われた。え、風呂は入ったわ。だから説明します。いや、さらもうほんまアホみたいなことばっかり言うてよ、ほんま。で、顔すっきりしてるのは風呂入ったからやろ。言い訳じゃない、聞けて。もう一人やで、家どう見ても、うん、違う、一人です。いやいや、ルームツアーしてもいいよ別に。もう洗濯も溜まってるしさ、寝室も絵を見せたるわ。帰ってません。で、お前ら見ろよ、これもさ。これはちょっと後でやるからええねんけど、うん、これはまあ後でやるからええけど、とりあえずオープニングです。ファンタロウくんの家もやばい。ちょっと洗面台でわかるって、洗面台見ろよ。そうしたらよ、こないだちょっと掃除したけど、汚い灰まみれ、また掃除せなのかも。ここで寝てます。ここで寝てました、僕。で、今ファンタロウくんの家こんなことになってるからな。いや、掃除して速攻これやねん、言うたら。寝室も、このありさまです、言うたら。はい、あの、汚いです。あーパオーアーダガアラブ、あ、いいよいいよ、ちゃんと俺秘密は守るから。アーダガアラブで席を掘り合ったら総会社が生まれば僕の名前なしでしょうか。あー、わかる。なんか相談あったら、あれやで、配信中になるべくは出てほしいけど、パオーアザス、ほんとね、いつか一緒にイルカに乗ろうね。匿名さん、お金持ち。うん、俺匿名さんの味方やから。事故ちゃうぜ。レナのスリッパ俺がどっかに履き捨ててるわ。どういった。履き捨ててるわ。あれ、俺どこ置いたっけ。どっか履いていってポイしてんな。寝室か、うん、はい、もうその時は。でもよかったら僕のことフォローしといてください、よかったら。
よかったら僕のことフォローしといてください。僕もフォロー返しとくんで。どこに見せてか俺。あ、おはよう。頑張れビッツパオゴシゴシオッケーいいよ。まあ、説明させてよ。この辺ちょっと痛いんだから。そのうちどっかから一回やろ。どこあるかわからん。あれでしょ。ああ、洗濯もせなあかん。髪切る？いや、どこ行ったかわからん。だから、復縁なんかしてません。あんた、下敷きになってるっていうか、自分でこんなんしやがった。ちょっとよく分からへんですね、万太郎君。ひどいありさまや。せやねん、自分でこうすんねん。いやー、ちゃうで、ひっくり返すんやって、もう最近。片付けんの大変やもん、これ。じゃあ、そろそろ説明するか？ 俺の空白の一日。説明しますか？せやな。じゃあ、100ナイス行ったら説明します。毎日目標200なんで。毎日目標200なんで。さあ、今日から頑張るか、まだ。今日も明日も長い一日になりそうやわ。開示請求って何やねん。開示請求なんや。おはようございます。おはようございます。お休みなんかあるかよ。ないよ。じゃあ説明しますか。前の件もやります。まずはちょっと自分のことからお話ししていこうかなって。あ、おはよう。自分のことからお話ししていこうかなって思いましたね。とりあえずは。いや、今日はやってもらえよ。いや、言うてばやで、前日、炎上ニュースから起きてて、朝の何時よ。でも、まあ、実質、行動時間20時間やったから。そうそう。で、あの後俺尼崎から八尾まで帰るのに、まあ小1時間かかって家帰ってきたわけや。ここまで OK。 ここまでは OK。 いや、ほんでよ。いや、ほんで帰ってきて、すぐ寝れるかなと思ったらすぐ寝られへんくてさ。で、まあいつものようにアニメ見てて。あ、そう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 。枠では見たやろ、言うたら。で、寝られへんわ、思って。で、実際、あの日、そう、帰ってきて寝れたのが、もう昼過ぎてたんですよ。もうそんで、俺、24時間以上起きてんねん。で、なんとか、どのぐらい、夜に一回起きてんけど、もう疲れすぎて動かれへんくて。で、またアニメ見て。いや、ほんで、そのまままた寝ちゃって、起きて今に至る。もう脳みそがオーバーヒートしてたわけよ、疲れすぎて。
いや、もう大丈夫、めっちゃ寝たから、うん、よいしょ、うん、じゃあもうほんまマジで寝てただけです。うん、うん、何やったっけ、なんとかなんとか、なんか地になんとかの戦争みたいなやつ、うん、あれ見てた、うん、俺履歴見せようか、履歴見せたろうか言うたら、うん、なんか地に結界、戦線やったっけ、うん、あれと、あと何やったっけ、あの塔登るやつ見てた、うん、塔登るやつな、見ているって、履歴見せたろうかほんま、あ、そうそう、だいぶ前のやつ、あ、そうそうそう、なんかそんな名前、ごじょうごじょう、あ、それ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 、6号、それそれ、それのシーズン2の途中まで行った、で、神の塔も見てました、はい、最新話まで見ました、とりあえず、うん、あのさ、俺だってさ、体力無限ちゃうねんからさ、あの24時間行動してみ、1日ぐらいぶっ飛ぶで、言うたら、うん、ほんまガチの徹夜やで、うん、あ、久しぶりな T さん、パオアザス、オッケー、いいよ、うん、おう、よう寝た、もうほんまよう寝た、ほんまやったら今日午前中に起きて、何拘置所行かなあかんかってんけど、もう無理や、月曜日に持ち越しです。あ、KP3 つありがとうございますで、今寝起きです、はい、今寝起きです。あ、ブルーアイテムありがとうございます、うん、で、炎上ニュースの警察沙汰、ゼウスさんやったら俺多分電話かかってくるわ、で、家臣やったら多分かかってけへんと思う、あ、放置ちゃうよ、そんないい加減せえへんよ、それただ疲れすぎて一日ぶっ飛ぶやろ、もうそもそも物もらいできた時点でさ、あ、そうそう、大阪拘置所、うん、宅下げしたらなあかんからもう、あ、月曜祝日なの、あ、じゃあ火曜日やわ、あ、女子更衣室に入ったやつやろ言うたら、うん、どうやろうな、多分4パチで済むと思う、家臣くん多分まだあれやろ、交流されてるやろ、うん、いや、技とかどうかは置いといても、直近の放送内容がまずかった可能性ある、まゆちゃんと、うん、リサーチはちゃんとしてたから、うん、あれやばいわ、あ、弟さんがガラウケ行くんや、あ、まゆ謝罪会見してた、まゆちゃんもほんまあれやんな、ことあるごとにやらかすよな、うん、あ、もうやってる闇枠で、山田最高は10日、あ、10日と4発やから12か、最高は、うん、俺その成人してからその留置場入ったんて、あのあれだけやと思う、酔っ払った時だけやと思う、うん、家臣はもしかしたら荒れちゃうかな、エヴァになるかも、もしかしたら拘置所ご飯食えるよ、拘置所も留置所もご飯出るよ、3食ちゃんと出る、あ、ムルアイテムありがとうございます、太りましたね、はい、太りました、うん、家臣捕まってると思う多分、うん、まあ、まゆちゃんはそこまで悪くないけど、まあ、その犯罪の一端を担ってしまってるからな、配信中に、うん、だってあれやろ、家臣くん女子更衣室入ってんやろ、うん、LGBT で、うん、山田が悪い、まあ、せやな、まあ、まゆちゃんも大変やな、うん、そりゃあかんわ、しかも、あ、知ってる、ほんでまゆちゃんも放送やってんのあれやろ、 YouTube って嘘ついて、プラス天チムって嘘を使って、でこれ天チムさんの耳に入ったら、うん、
もうさらに大ごとなりそう。あ、そうや、天智部って名前使ってんやろ、言うたら天智部さんって一人しかおらんからな、うん、間違えてヤフーニュースとかに名前言ってもうたら。そう、ほんで向こうでは配信やめてって言われてんのに強行で閲覧見て配信続投、うん、これはやっぱ企業にも迷惑かけてる、で家臣は犯罪を犯してる、で家臣は相変わらずあの顔、あ、お疲れ様です、パオン、あざす、はい、まあ英文なるんちゃうか、もしかしたら、うん、通報稼ぐやろ多分。あー、普通の人、パオン、あざす、オッケー、ほんとね、いつか一緒にイルカに乗ろうね。そう、ほんと他のお客さんも映しまくりやし、これはやばいね、マヨ&家臣いよいよやばいね、うん、あ、せや、神社とか寺あかん、速攻落とされる、うん、てかそもそもほんで許可取られへんしな、神社とかあの寺絶対乗ります、イルカ、はい、ああ、そうやで、女子高生たちが、そう、親とか学校にも報告してるっていう噂が飛び交ってるよね今。え、山田君に失礼なこと勘違いして、うんこを言うことを少し前までほんまにうんこ食べる人って山田君のこと思ってた、ほんまでうんこは食べません、食べません、スカトロ壁ありません、ピノコちゃん、パオ、オッケーよ。いや、ペンギン枠でもあかんと思う、多分神社とか寺は、うん、あのここ宗教うるさいからさ、このコンテンツって、うん、例えば俺がよく創価学会ディスるじゃん、 あれよく注意来てるからちなみに配信終わった後に注意来てるからな、うん、創価学会いじったら、うん、恐ろしい。あ、宗教めっちゃ厳しい、うん、いじったら速攻注意来る、うん、だ例えば俺さ、南無法蓮華経って言ってちょけるやん、うん、あれでも来てる時ある、うん、まあそれでもやるけどな俺は、うん、それでも俺はやんねんけど、あれ注意来てるで、うん、なんか落とされるというよりか終わってからの注意来てる時ある、結構。だから俺プルッチの家行ってさ、あの仏壇で南無法蓮華経やったやん、あれ注意来てたわ。あ、さ、ピノコちゃん 3×10 は38、 OK、 あげみちゃんいいよ、うん、あ、そう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 、うるさいで、うるさいで。あ、学校にももうバレてんの、嘘でしょ、それ学校どこなん、行こうか学校まで、うん、行くか。あ、ナナチも5個パオン、あざす、ゴシゴシゴシ、 OK。 え、だからほんまにそのまんま、なんかあの宗教上のその どうのこうのを用いて どうのこうのってが、あの倫理的によろしくないのでみたいな、うん、うん、いや知らん、高校生やったんかな、マユとセイさんの電話もやばい、嘘でしょ、うんうん、でもまあ俺はマユちゃんの味方やけどな、うん、どこまで行っても別に、うん、とはゆえキャリーもう店特定されてる、嘘でしょ、行きリストが紹介した店やで、早ないマジで言ってんの、嘘でしょそれ、さすがに嘘やろ、うん、早っ。あ、仕事潜り中、パオン、オッケー、頑張ってね仕事、の人日焼けしちゃったな無駄に、うん、あ、だからまあ大変ですね、頑張ってくださいマヨちゃん。あ、しげちゃんありがとう、うん、よしろどうやったん、うん、寺に行くって行くわけないやん、え、だってあれやろ関東やろ言うたら、俺が行こうか寺まで、うん、あ、寺に電話入れるって約束、寺まで行こうか、どこの寺やそれ、え、まやちゃん番ちゃうと思う、東京行こうか、出動しようか天光寺まで、うん、6時間ぐらいで行けるかな今から。え、お盆っていつからやったっけ、東京絶対に洋服でもな、高橋大阪おるって言ってるしな、どうしよう、あ、明日から、いやー明日からはやばいな、ヘブンって風俗情報誌みたいなやつ、あ、マジなんや、キャリーちゃん特定された、マジなんや、
風俗情報誌みたいな。こうちゃんがキャリーに金返せってブチギレて、あ、俺こうちゃんの彼女からもそういえば連絡来てたわ。ふわっちポイントの下ろし方が分からへんっつって、うん、ということでもう俺の説明はもういいか、うん、とある、とある家臣の非行歴、これやったらええか、これやったらいいか、とある家臣の非行歴、これやったらええな、とある家臣の非行歴、あ、ちょ待って、関係者から来てる、関係者からコラボ、あー、取るよ、え、うん、家臣から、家臣からなんか連絡来た、でもあいつ捕まったやん、なんかあれじゃないですか、今日中村くんのタイトル見て、あ、タイトル見てちょっと朝起きた時、中村くんなんか覗いた時に、うん、なんか家臣の最新情報っていうので覗いた時に、うん、まゆちゃんからあの情報聞いたけど最新の言うのやめたって言ってたんで、うん、それが本当であれば、うん、出てきてますよね、だってまあ、やな、もう誰かがガラ受け行って、うん、シャバにはおる可能性ある、そうですよ、まゆちゃんに連絡してれば、警察は別にまゆちゃんって彼女でも親族でもないから、逮捕とかだったら連絡しないじゃないですか、うん、いや、ま、ゆちゃんにでもな、はい、してやけど本人の携帯が証拠品でまず警察に押さえられんねん、捕まった時って。で、あ、そうです、そうです、携帯に連絡先ある人に連絡取ってくれって言って、でそれが別に何やろう、共犯者とかじゃなかったら連絡自体は警察自体にしてくれるで、でも多分一人なんですよそういう時って。まあせやな、弟か親だと思いません、まあ俺もそうだと思う、うん、そうです、親族がだと、うん、でももし仮に家臣が釈放されたら、うん、一番最初に連絡入れないとって思うのってまゆちゃんだと思うんですよ、うん、ああまあせやな、そうだから、あの本当にまゆちゃんが最新情報を知ってるんだったら、私のこれは推測なんですけど出てきてる可能性が高いっていう感じですか、うん、ああまあ俺もそうやと思う、多分もう調査終わって、うん、はい、とりあえずはシャバにおると思う、もうそうです、そうです、うん、まあだから今日の夜、まあ、あの人のことなんで番にならない限りはそんな何日、うん、例えば何日も配信回さないで我慢できる人じゃないじゃないですか、もう依存してるんで、まあせやわな、はい、出てきてれば時間の問題で配信つけると思いますよ、まあ、まゆちゃんは連絡が来てればかくまってそれまで待ってるか、どういう配信つけるかって打ち合わせしてんじゃないかなみたいな感じです、あー、プロが、うん、はい、プロデューサープロがやっぱ配信魂で、うん、はい、うん、私には来てないです本当に、あー連絡はてかなんか家臣に最後あの暴露、うん、告発した次の日にあの旅行行ってたじゃないですか、まゆちゃんと、うんうん、あの時に家臣からりんちゃんあの録音してもいいから少しだけ話がしたいって LINE 来たんですよ、嘘でしょ、ほんと来たんです、で私何のためにって送ったんですね、うん、そしたらなんかりんちゃんこれ以上はもう勘弁し、あ、これ以上はもうやめてよって来たんで、もう一歩、うん、もう多分もう一個テポドンがあるからなんですけど、え、ほんでそのもう一個のテポドン、はい、もう行っちゃわへんこの際、でもこれはあの言っちゃって、もし私が動いたら、うん、私が動いたらこれです、本当に、あ、これなんや、え、でもさ、これ、はい、もしさこれのようなことをさ、うん、別にもう故意に別に黙ってるってことになっちゃうじゃん、今度りんちゃんが、あ、違う、でもこれは私に対してしたことなんで、うん、え、何をしたの、柔らかく、柔らかくでいいわ、柔らかくで、別に、で例えばですよ、 for example、 はい、例えば申告罪みたいなことです、例えば私をぶっ飛ばして、はい、ぶっ飛ばしたって認めてる録音とか
写真診断書みたいな、たとえやんわりなんかこう包み隠して言うんだったら、はい、ああ、えで届けは出すの最終的には。あ、だからあいつがあまりにも私をはい挑発するんだったら、うん、あ、あと証人もいるんでね、申し訳ないんですけど、その現場に、はい、ちょっといた人がいるんで、全てが揃ってるんですけど、はい、でもそれはやんわり、例えばそういう系ってことです。例えば国に隠してて、私がかくまっててやばい系じゃないってことです。あ、ネタは私言えないんで、暴露するまでは。はいはい。で、リンちゃんはそのテポドン落とすのはいつになる？出さへんの？いや、あいつがちゃんと私のこと悪口言わなかったら出さないです。別に。まあ、今んとこは大丈夫か。ああ、そしたらちゃんとそういう約束のもとよ。じゃあ、あの、私も、あ、分かった、ほうちゃん、りんちゃん、はい、俺とバトルして、バトルしてな、負けたら、はい、テポドン落とそうよ。やばいよ、負けた、行こうよ、ダメですよ、行こうよ、ぜ、負けるに決まってるじゃないですか。そんなん分からんよ、行こう、みんな、りんちゃんからテポドン、こう、行くぞ、行こう、皆さん、タップからお願いします。タップ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 、絶対無理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 、タップからお願いします。スペシャル来るんで、はい、だからね、タップタップタップ、あとナイスもタップお願いします。あの、向こうのバカ恋が、ゴシゴシ、オッケー、オッケー、行くぞ、絶対行くぞ、テポドン落としてもらうぞ、カッシーの。いや、向こうのバカ恋が名誉毀損になるとか訴えられるって言うんですけど。あ、だから、その時俺弁護士入れてあるわ。はい、あの、裁判で勝てない内容なんで大丈夫です。行くぞ。ああ、タプ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 。ありがとう。行こう。絶対勝つぞ。いやいや、無理無理無理ですよ。無理無理。落とせないですよ、山田さん。はい、超いいね、アダンス。OK、ケイトリもナイス、OK。絶対勝つぞ、このバトル。うん。テポドン来るぞ。ええ、テポドン。無理無理、絶対来るぞ。来るぞ。はい、バルーンありがとうございます。いや、絶対バトルで決めはないか。よっしゃ、まだやで、まだやで、みんなタップな。ナイスとかのタップね。ナイスとかのタップでポイント伸ばせるから、みんな。ナイスもタップして、ナイスもよかったら。ナイスもタップよろしくお願いします。はい、バルーンありがとう。いいよ。行くぞ、行くぞ。無理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 。ナイスのタップでポイント伸ばせるから、みんな。うん。そう。そう、行こう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 。ノー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 。あ、でも、あ、じゃあ分かりました。あの、本当にテポド落とすときは山田さんに一番最初に。分かった。本当に確約して。分かった。分かった。負けたらですよ。ま、負けたらな。オッケー、いいよ。ま、まだやで。勝ったら他の人に行きます。オッケー、オッケー。あ、超いいねもありがとう。いいよ。行こう。タップタップ行こう行こう行こう。絶対勝つで。まだやで。まだスペシャル来てからな、大きいのは。うん、ナイスも100までは行こう。ナイスも100までは。いいよ。ナイスもタップでポイント伸ばそう。スペシャル始まってるから、もう今2倍では何投げても2倍。いくでいくで。メミントちゃんありがとう。今いいよ、こっち倍早いよ、こっち倍。おっさん、ありがとうございます。いいよ。あ、オッケー。みんな、ナイス、ナイス150までやって達成。ナイス150まで。3倍だ、今回のスピチャーで。2倍じゃない、3倍。俺何投げても3倍。ナイス、ナイス、100超えていこう、100超えていこう。100超えたら達成。100超えたら達成やからナイス。ダメだって3倍書いてある。よっしゃ、達成。2分からスピチャーで来るで、みんな。大きくいこうな。豚とか象とかイベントのゆるアイテムね。アナちゃんありがとう、本当大好きだよ。いけるいける、ありがとう、ラブだよ。あ、無料アイテムありがとう、金メガもありがとう、バルーンもありがとう。勝ったらすごいよ、勝ったらすごいよ。ね、山田さんに手柄取られるよ。私がもしテポドン発射した時に山田さんがバトンを出したけど、他の配信者の方がいいっていう人、私を応援してください、お願いします。いいよ、行くぞ行くぞ。ありがとう、ナイス。よっしゃ、あと10秒後な、10秒後から大きくいこうね。豚とか象とかイベントで言うアイテム。ありがとう、とかめさん。ちょっと落ち着いてこられてんで。ナイス、あぎみちゃん。そう、あぎみちゃんとか象さん、豚さんでお願いします。よっしゃ、スペシャル来た。こっから全部映えやからね。豚とか象とかイベントで言うアイテムでどんどん話していこう。来た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 。はい、オッケー。豚パワー出す、オッケー。豚パワー。はい、象パワー出す、オッケーよ。そう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 。ラブドリンクもナイス、オッケー。はい、トラキッさん2個パワー出す、オッケー。ミントナイス、オッケー、パワー。クーちゃんパワー、オッケー、いいよ。いける、アゲミちゃん15倍、オッケー、15個、トクメさん、いいよ、言うの人。いくぞ。いける、いける、絶対勝つぞ。いける、いける、ここ、ここ、ここ大きくいこう。はい、ケイトリーナイス、オッケー。ミントナイス、オッケー、いいよ。ありがとう、ラブ。いける、いける。いいよ、ピーちゃんパワー、オッケー。いいよ、ラブドリンクナイス、オッケー、いいよ。
はい、10個でかいパオン、ゴシゴシ特命さんいいよ。ナイス特命さん、でも大丈夫、大丈夫。キノコもパオン、いけるいけるいける。ありがとう。転ばします。はい、ケイトリン、パオン、ワゴス、OK、いいよ。ありがとう、ナイス、トッチケイさん。さっこ、もうちょっとラスト1分やからね。ありがとう、ギュッと。はい、ケイトリン、パオン、ワゴス、OK、いいよ。やめてよ。はい、クマ、パオン、ワゴス、OK。本当やめて。いけるいけるいける。本当やめて、やめて。おしおしおし。やめて、やめて、やめて。よっしゃ、ラスト60秒。あそこまでの、こっから大きいとこ、みんなで行こう。ナイスありがとう。みんなで行こう。はい、5個パワーを出す。はい、5個パワーを出す。OK。ここやで。ファンタ、ファンタ。はい、5個パワーを出す。OK。ファンタしかない。保険ですもナイス OK。ナイス、ありがとう。ナイス、ありがとう。はい、でもナイス OK。いいぞ。刺されるなよ。はい、5個パワーを出す。OK。いいよ。いけるいける。絶対勝つぞ。もうファンタ、ファンタ。はい、いいぞ。OK。みんなで行こう。みんなで行こう。みんなで行こう。一人一個ずつでもいいから、みんなで行こう。みんなで行こう。はい、スペシャルハートパワーを出す。OK。特命さん。期待ナイス OK。いいよ。うまい。大きくいこう、大きくいこう、ここ。ラスト30秒、差し込みくるで向こう。スイカ割りにこう、パワーを出す。OK、いいよ。いけるいける、絶対いける。絶対いける、ここ、ここ逃げ切ろう。大きくいこう、ここ。中途で、あ、ネズミを出す、OK。スイカにこう、パワーを出す、OK。いいよ。いけるいける。ラスト10秒、差し込まれるなよ。差し込むでー。ナティパワーを出す、OK、いいよ。OK。いけいけいけ、ゴー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 、みんなでいこう、ゴー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 。はい、豚パワーを出す、OK、いいよ。はい、OK、ラブドリンク。差し込みナイスです、皆さん。ナイスファイト。あ、じゃあちょっと読み上げの方させていただきます。すいません、どうぞ。貢献度ランキングの読み上げさせていただきます。はい、お願いします。おめでとうございます。わーちゃん、うにさん、キーさん、くまさん、エムさん、ヤキさん、ケイトリーさん、モーさん、ミークソさん、あとわーさん、あと、大きいアイテムいっぱいくれた人ありがとうございます。あ、どうぞ読み上げの方。 あ、いいですか。はい。あーちゃん、いーちゃん、うーちゃん、えーちゃん、おーちゃん、かーちゃん、きーちゃん、くーちゃん、けいこちゃん、こっちゃん、ありがとうございます。そして山田さん、山田さん、リスナーさん、ありがとうございます。はい、りんちゃん、りんちゃん、リスナーさん、ありがとうございます。じゃあ、テポドン落とすときはもう必ず山田の枠ということで。あ、あと、はい、これ誰とは言えないんですけど、はい、じゃあ負けたんで、はい、とあるプラチナプラス配信者が、はい、私の結構な子さんリスナーさんにの、はい、まあ、はい、ちょっと、ブルルルの人に、まあ、旦那さんですね。今、現在の旦那さんに、はい。いろんなことやってて、実は。嘘でしょ？本当なんです。これ、誰とは言ってないんですけど、実は、はい。涼しい顔してプラチナプラスに座ってる男性配信者さんが、ちょっと待って、リーちゃん。部長ワイダさんではないよね。全然違います。ああ、よかった、すいません。ああ、よかった、すいません。すいません。はい、はい。配信者になる前にですね。配信者になる前に。はい。なんと、はい。その方たちの個人情報を、はい。お金で売って教えてたりとか、嘘でしょ？それやばない？ソースあるの？本当に。ソースはもう、もし私が暴露したら、その子が証人として証言するって言ってます。暴露したら。ああ、はい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 。で、はい、違法薬物を何種類もやってたんですよ。配信者になる前。だから今もやってんじゃない。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。それ、部長、ワイダさんではないですよね。違います、大丈夫です。あ、違う。よかった。なんか知ってるだけで、私、薬物、ちょっと、ルールには詳しくないんですけど。あ、はい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 。なんか、頭文字、4文字のものとかありますよね。なんか、薬物とか。みたいなのとか。ですよね。はい。あの、なんか、そう、吸う、タバコみたいなのとか、こういうのとか、3種類ぐらいやってたらしくて。はい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 。で、さらにですね。はい。あの、とある理由で、ちょっと、例えばですよ。あの、ま、なんか、ね、みんなでこれ作ろうぜって言って、配信者になる前ですよ。はい。はい。これ作ろうぜって言って、じゃあ、お前がみんなから集金してよって言った金を持ち逃げしたりですとかね。それ、部長、ワイダさんではないですよね。なんか、この辺りあるんです。あ、いや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 、ないです。よく僕言われてきたんで、それ。はい。
極めつけは、はい、なんと、なんと隠し子が2人います。うわー、それ部長ワイドさんじゃないですよね。え、それ配信でもちろん隠してます。あ、それ配信で隠してる。隠してます。そうでしょ、やばない、やばないか。大変なんですけど、でもその人私と喧嘩しとかなんか悪いことしてないから言えないんですよ。どうしたらいいと思います、ここまで来てるのに。いや、そのリスナーの子はね、そう、なんかもう許せなくて、逆になんかもう、うん、怒って過去やったことをゆすってやりたいぐらい恨んでるらしいんですよ。そう、もう言っちゃったら、うん、でも逆に、ま、マジで、でも私に害ない人なんですよ。害なかっても、えじゃん、逆襲されるじゃないですか、プラチナプラスの逆襲みたいな。でも守るよ、その時は俺が。絶対守ってくんないから、無理。いやいや、守る守る守る、それ俺も気になってきた、誰か。結構、いや、 俺じゃないから、あれやろ言ってんの。山田さん、はい、自分の胸に手を当ててよく聞いてくださいよ。はい、どうです、心当たりないですね。大丈夫です。です、はい、それよかったよ。大丈夫です。はい。大丈夫です。大丈夫です。全然違います。はい、それは言います。はい。はい、山田さんじゃないです。イニシャルだけは、じゃあ。いや、バレるバレる。プラチナプラスの男でイニシャル。バレます。いや、でもプラチナプラスって言うても、40人ぐらいはいてるじゃん。もう言うても。でも、イニシャルって言ったらバレちゃいますよ。なんでバレるの？だってみんなイニシャル大体違うじゃないですか。もうでも被ってる人もおるやん、言うたら。いない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 。じゃあ誰がいます、例えばプラチナプラスで被ってる男の人。まあ機長は K やろ、で誠司さんが S やろ、全然被ってる。山田さんは Y でしょ、は Y やろ、でイキリストが、イキリストさんは I、 あ、 I、 I、 全然かぶってバレちゃいます。例えばやで、例えば、うん、機長と小吉さん K で被ってたりとかさ、例えばそれくらいじゃないですか。待って、なんかヒント与えよう。じゃあで、アイラさんが A、 養分も Y やし、全然被ってない。じゃあ養分と山田も被ってるやん、言うたら。で、香川くんも K やし、みんな被ってるんで。で、狛江だって K やろ、そみんな被ってんで。うん、そうみんな被ってる。それ被ってない人だったらどうします、バレちゃうじゃないですか。例えばテンストさんやと T、うん、被ってるみんな色、そうみんな被ってんねん。誰かしらは絶対イニシャルは被りある。うん、方形、うん、方形、あ、滑った。うん、じゃあの無料流してくれたらちょっとヒントあげます。あ、すいません、皆さん、あのリンちゃんに無料流してあげてください。もしよかったら今ちょっとヒント考えますね。バレないようなイニシャルかヒントだけはくれるらしいから、ヒントあげます、はい、もちろん、すいません、はい、ヒントね、どうしようかな、待って今想像してます。言うても700人ぐらいしか聞いてないから大丈夫だよ、うん、これが3000人やったらちょっとまずいけど、しかも それじゃあね、完全に証拠ないですもんね、今じゃね。そうそうそう、今やったら大丈夫やで、うん、じゃあそうですね、うん、うん、あ、いいヒント思いついちゃった。はい、なんと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 、アキコママの店に来てましたね、結構。アキコママの店に結構来てた。アキコママの店に結構来てた。あれ。あれ？あ、ダメ、暴れた？まさか。あれ？あれ？いや、今該当すんの太郎くんぐらいしか出てけへんねんけど。え？本当です？まあ、太郎くん、イキリスト、うん、山田、ウッキー。うん、プラチナプラスやろ、だって。いや、よくって言っても私回数は知らないけど来たことはありますし、右乳プラプラじゃない、タクマも違う、よっさんギリあるか。あれ、ちょっと待って、今落ちてるかな、ちょっとランク見ていいですか一回。ああ、いいよ、見て。最後見た時プラプラだった、マサヤンプラプラか。いいですか、ちょっと見て。うん、ヒドンナさん忍法01。ああ、やっぱりプラプラですね。ああ、やっぱプラプラ。
はい。うん、あ、そっか、マサヤンゴールドやわ。まあまあまあ、まあ、ヒントはそれぐらいとして、とりあえず薬物と隠し子と、金持ち逃げと、人の個人情報金でウールです。はい。人の個人情報金でウール。いや、イギリスとは薬物ない、はい、絶対。あの、うん、新しく、携帯番号とかを変えて、住所とかを引っ越したら、いや、うん、俺、共通の知り合いいるんで知ってますよって、教えるんで金くださいみたいな感じでもらったら教えちゃうみたいなことやって、やられちゃったらしいです、その子たちは。いや、太郎くんも多分違うと思う。そんなことせえへん、絶対。うん。で、イギリスも多分外れたわ、今ので。うん。生き太郎抜きで考えなあかん。うん。で、ウッキーも絶対そんなタイプじゃない。あと誰や、秋駒湾のとこ出入りしててプラプラって。結構っつってたもんな。その人関西人ですか？地元はわかんないけど、関西弁じゃないです。関西弁じゃない。あ、関東の人。あ、地元知ってるんですけど、これ言うと本人にグッと多分、本人が、バレちゃう。地元言うと もうバレちゃう。今言ってんのって、薬物、うん、隠し子、ほんで、リスナーさんの個人情報を売買。そうです。配信者になる前。配信者になる前。はい。最新、全部これ、隠し子はまあ今現在もそうなんですけど、うん。薬物は多分、前はずっとやって、なんか何種類もやってたか今もやってんじゃないか疑惑、全部過去のことなんです。配信者になる前で。うん。で、俺、ヘイヘイくんしか出てけへんねんけど。で、金持ち逃げです。うん十万、集金したの。ありがとうございます。うん。ヘイヘイくんぐらいしか出てけへんけどな。あ、うん。ヘイヘイさんってプラチナプラス？プラチナプラス。どこですか、地元。大阪やったはず。標準語ですか？いや、関西弁やな。いや、ちゃうで、標準語らしいね、言うたら。匂わすだけか？ルルルルルルル。次バトルして勝ったらさ、イニシャル行こうか。だって私本当に潰されますよ。いや潰されへんって守ったるって俺が。俺今力あるから。だって負けるもん。力あるから。うん。守るよ。身を挺して守ったるわ。絶対やだ、怖い。その保証はどこにあるんですか。いやいや、もう口約束。立派な契約じゃん。イニシャルだけ行こう。イニシャルだけ。イニシャル本当にバレるんですって。バレへんって。みんなかぶってるやん。その人もさ、かぶってるやん。だって、あ、ほら、ゆまるまで来て聞きたいって言ってる。ゆまるまで来て、もうここまで言うてやったら行けよって。ゆまるちゃんは、私のこと悪口言ってるから、ゆまるちゃん聞きたいって言ってんだったら絶対教えないです。え、そうなの？はい。私の悪口しか言わないんで。あ、ごめんなさいって謝ってる、ゆまるが。いや、だったら私に直接謝ってください。うん、ちょっとゆまるちゃんが、あ、ほら、はい、あれじゃあ、りんちゃんさん、俺面識ある？その配信者の人と。もちろん。いや、会ったことあるかどうかは見たことないですけど、全員知ってますよ。全員知ってる。プラチナプラスで、なんていうの、知らない人じゃないです。あ、ほら、もうそこそこ知名度ある人やねんな。あります、あります、あります。仮想大手？数字はあんまりわかんないですけど、大手ですよ。私より全然大手ですよ。私より知名度ありますよ、ふわっちだったら。もちろん。その人、マンスリーない？はい、パオン、あざす。そう、マンスリーない？いや、バレる。バレる今ない？今どうやって見るんだろう。今ない？いや、いいよ、ゆまるちゃん。どうせ、暴露、それ話したら後でまた文句言い出すの分かってるか、あなたの性格。いや、大丈夫やって、ゆまる言うこと聞いてくれんで、山田のやったら。いや、この子は信用してないです。パオ。いや、この間もね、この間も喧嘩してたのに、仲直りして、バトルしようって言って、バトル、ファンタをかけてバトルしたんですよ。うん。で、私も謝って、ごめんねって言って、謝ってバトルしたんですよ。そしたら、なんかバトル始まって、勝ったらファンタって言って、その始まった時はごめんねって言ってたのに、自分が勝ち確になった瞬間に、また悪口言い出して。いや、狛江は多分ないわ。狛江は絶対ない。そっち系じゃないと思う。いや、これ絶対バレるわ。これ、やめといた方がいい。マンスリーバレます。
アマンスにバレる。バレます。それは北海道の人じゃないと思いますよ。あ、ではないか。あ、ほんじゃあれや、もう。じゃあ地元がね、今はどこにいるとかと地元が違うと思います。一部とか。一部とか。一部とさんじゃない。大丈夫。あ、じゃないか。ちょ、聞き出したい。駅長も多分ない。そんな話聞いたことない。あ、じゃあ分かった。うん。3位入賞したら暴露します、山田さんに。11日で決着なんで、私、マジでやばいんですよ、このイベント。うん。でも、この暴露も、マジで、なんか、名誉毀損で、過去のことだから、配信者になる前だから、訴えるとか言われる可能性もあるけど、別に。その時は弁護士入れたるわ。その時は弁護士入れたるわ、俺が。ま、マジで入れたるわ。3位になったら、山田さんに、うん。言うんで、山田さんが広めてくださいね。で、私と山田さん、多分、訴えられるかもしれないんで、戦いましょう。うん。うん、分かった。私はリスナーさんから聞いた話で相談を受けてたんで。うん。え、そのリスナーさんと俺繋がれへんの？無理な。あ、だからその時は私言ったんですよ。もし私が暴露したら、うん、証人として暴露した相手、例えば誰かが取り上げてくれたら、どういう経緯でこういうことがあったとか話してくれるって LINE 電話したらいいよって言ってたんで。そんぐらい恨んでるんで。はいはい、はい。暴露の際は山田さん、私 LINE 電話とかつながってるしで、うん、つなげます。無料流したやろってめっちゃ言われてんで。マジで強いんですよ。もうね、3位しか枠がなくて、1位が機長さん の、うん、イベントなんですよ。2位がなんか、うん、あ、2位だから、そう、人造人間18号さんとかも、あー無理やな、うん、無理無理。そう、機長さんが200万ポイントで、人造人間18号ちゃんが140万ポイントだから、3位までなのに、うん、私たち3位争いを35万ポイント差でやってるんですよ。一枠しかなくて。うん、あ、はいはい。でもこれ、それやったら、イベント勝ちたいんやったらさ、はい、今バーン暴露した方が絶対勝てんで。はい、勝てない、無理っす。勝てるよ、勝てるよ。その今3位の子がめちゃくちゃ強いんですよ。私はちょっと、いやでも、リンさんの暴露の方が絶対強いよ。うん、いやいや、私が2時間寝てたら、なんか10万ポイント離されてて、なんか爆投げ師がいるらしいです、金タヌの。うん、それはどこにでもおるよ、そんな。うん、私にはいないんで。え、りんちゃんやばい。なんでこんだけこのイベントにかけてるか。りんちゃんやばい。りんちゃんやばい。もう言わへんねやったら、3位の応援しますって言い出してんで、みんな。え、じゃあいいですよ、一緒言わないんで。いいの？じゃあ、本当にお姉ちゃん、亡くなったお姉ちゃんの、亡くなってからの初めての誕生月が8月で、うん、誕生日はミニーナさんのキャンプ行っちゃうんで、うん、イベント回せないんですよ、うん、でこの私が出てるところがロゴを制作してもらえるんですよ、うん、ふわっちに、うんうん、なんでお姉ちゃんのおしまとか私の名前とお姉ちゃんのおしまと私のおしま入れたいっていうぐらいガチなんで、ガチイベなんで、なんだっけ、意味がないんです。だったら何でも言いますから、何でもしますからってさっきから言ってるんです。そういうことだよ。おう、まあ、なんやろうな。誕生日プレゼントなんです。今あれやで、フワミン結構目超えてるからさ、なんか、それじゃ、大義それじゃしんどいぞ。もう笑ってるやん。もう笑ってもうてるやん。笑ってるやん。じゃあ、うん。山田さんの力。俺はいいよ。俺はええよ、別に。視聴者じゃないから。ええけど、ちょ、浅い浅い。理由浅いわ。そのぐらいじゃ多分無理やわ。でも絶対訴えてきますよ。山田さん、いいよ、こちら本当。じゃあ俺どうせ、ね、名誉毀損って言われる。じゃあ、りんちゃん、年一回の、俺、裁判チャンスあるから、俺。経費で落とせんねん。だから。でもあれですよ。だって、配信者になる前の話を、うん、配信で暴露したら名誉毀損で、なんか負けそうじゃないですか、こちら。でもそれ事実やねんやろ。事実ですよ。うん、じゃあ、ええんちゃん、別に。その子がだって私にミュートにしてって言って相談してきたんですから。うん、俺やったらミュートなんかせえへん絶対。もう地元もその人の本名を知ってるし、その子は。ああそうなんや。そうです、そうです。もう 本名も全部言ったらええやん。その子が、あ、私忘れちゃったんですよ、聞いたのに、アホな。でもあれでした、一文字入ってました、本名覚えてんのは。あ、要はその配信者の、
配信名と本名が一文字被っていると。被ってます。例えばリンだったら、うん、リサとかわかります。まあまあ、た例えばな、はいはいはい、はい、例えば3文字だったら一文字入ってるとか、ま、眉やったらマッキとか、うん、あ、そう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 、そんな感じで、そういうことだな、うん、はい、うん、それだけ覚えてるんですけど、何だったかなと思って。でも聞けば、今日も枠に来てくれたんで、うん、その子ってか最近ってかいつも来てくれるんで、かなり古いリスナーさんで、この間いきなり打ち明けてくれて、それ全部ほんまやんな、ネタじゃないよな。その人の旦那さんが、その人と地元が、うん、あの、あ、一緒かなんかで、はいはいはい、で地元の配信者が後輩で、うん、で一緒に仕事してたこともあって、あー、5個顔ゴシゴシ、うん、聞いたら絶対守ってあげる、うん、聞いたらちゃんと守ってある。本当です、うん、ね、一応に今年で言うと年1回は裁判できるから、俺で もあのその子に、うん、あのそしたら連絡を取って、山田さんが詳しく話聞いてくれて、その子の話に基づいてしてくれたら、あー、分かった分かった、そのことをじゃあ俺を繋いでよ、確約としては。もちろんサイン入ったら、うん、サイン入ったらってないねん、ちっちゃいなサインそういうの、そういうのを先にするからサインに入れんねんで、分かってないな、界隈のこと。だって私別に家臣の告発しても全然あの閲覧とか全くつか、逆になんか告発したのに悪行、うん、意地悪、性格悪いとか言われて、じゃあうんこの食い方下手くそやねんって、りんちゃん暴露の仕方が下手くそなのよ。え、だって家臣を別になんか告発して、うん、閲覧取ろうとか私思ったわけじゃないんで、おう、そう、私そこまでね、なんか、いや、うんこ、だってうんこ食ったって、私の閲覧じゃ普段、さっき知ってます？閲覧10ですよ、私。うん。私が拡散しちゃってしょうがないんですよ。え、ほんじゃ、あの、俺、会ってコラボしたるわ、りんちゃんと。暴露してくれたら。りんちゃんの枠で。今どこに、今、東京？いや、今大阪やけど、東京絶対行くもん、俺。あ、しんのすけさん仲間入れますよ。うん。東京行くもん。しかもその子も会えるんですよ、実は。お盆開けたら俺東京行くもん。あ、本人会えますよ。本人も会えんの？会えます。マジで？はい。え、でなんでその子はリンちゃんに垂れ込みしてんのに暴露には躊躇してるの？配信者じゃないからです。え、でも暴露するってことは伝えたいし広めたいから暴露してしたんじゃない、その子は。あ、でもあのやっぱり酔っ払った時は本音が出て、過去のこと、うん、こっちやられたことがひどすぎるから、か今配信で隠してのうのうと生きてるから金をゆすってやりたいっていうぐらい。あ、まあ、足引っ張ったりたいねんな、要はそのプラプラ配信者の。言ってましたけど、うん、でもなかなか過去のことだからってなんか嘘って言われたらって思ってるんじゃないですか。あーはーはーはー、まあ精査はする必要あるよな、これ情報な。そうです、そうです、うん。え、じゃあそのことは、でも別に私がもし配信で暴露しちゃったら、うん、証言証人としてやってくれるって言ったらいいよって言ってくれてたんで。本当です。でも私はあやっても閲覧とか10とか20だから意味ねえな、やるんだったら他の人に任せるかと思ってたんですけど、でも、はい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 、でも相手、私今私と仲悪くないからやれないですよ、わかります？心が痛みます。仲悪くないんや、りんちゃんと。ってことはりんちゃんと面識あるってことやな、 そこそこあります。だから別に私と喧嘩してる人じゃないんで、うん、今現在、はいはい、誰やろ、わからん。喧嘩もしてないし、めっちゃ仲いいわけでもないです。でもなんか別に私の悪口は今は現在は何も言ってないんで、ま、松平さんとかでもなく、ゲンさんはないです。あ、うん、あではない、仲いい方です。誰やろ、気になるな。え、ひどい。ねえ、山田さんの枠何？言わないんだったらサイン投げるって言ってんの。じゃあ言わないです。もういいです。じゃあ。しまっときます。いいの？いいの？その人につきます。じゃあ、プロプロの人を守っといて、守っといてあげますよ。
もういいです、そんな意地悪すんなった。どういうこと どういうことやどういうことや。私は絶対に社員にならないといけない理由があるのに、邪魔するんだったらもう、私ももう、ネタは提供しないです、大手さんに。家臣のことでも、でかい鉄砲の落としたのに、ね、意地悪すんだったら、もう、プラプラの、その人のネタは、そっちの味方について、知らぬ存ぜぬ墓場に持ってきます。墓場に持っていくの？持ってきますよ。もう墓場に持っていくの？もういいですよ、サインになれないんだったら。もうサインになったらもう持ってけ泥棒ですけど、もういいです。うん、もう私はこのサインにかかってるんですよ、すべてが。暴露とか何もなしでさ、サインに入られへんの、うん、そもそも。なんかほんと、めっちゃ強いんですって、だから。私、サインやったら、サインやったらいけるだろ。3万ポイント、私の方が、うん、3位になって3万ポイント差つけて2時間寝ちゃったんですね。うん。で、起きて、まあ、抜かれててもね、まあ、何万ポイント差つけられたの、10万5000ポイントつけられてて。うん。しかもまだ、あれですよ、最終日でもないのに。うん。しかも、爆投げがあるらしいですよ、なんか向こうからリークが来てて、最終日に。うん。負けますよ。イニシャルだけ行こうや。ダメです。それもうほんとバレます。まあ、マジバレます。なんでバレるん？だって、秋葉原の店でプラプラで、いいねしろって言ったらもう、だってもう、こんなの大丈夫。ほんじゃ分かった。その配信者何文字？名前。それやったら多分ダメ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 、それもやばい。めっちゃおるやん。だからバレちゃいますよ。バレへんやん。バレる、バレる。バトルで俺が勝ったら何文字かだけ教えてよ。ダメダメ、本当にバレます、文字数。マジでバレます。まあ、バレます。なんで長いんか、文字数が長いんか。そしたら山田さん、だって短かったらいくらでもおるやん。勘弁してください。あと3文字4文字やったらいくらでもおるやん。でっていうと多分名前めっちゃ長いからじゃないちゃうか。入れ墨入ってますか、その人は。ちなみに、あ、私分かんないです。それは分からん。ということはもうこれで太郎くん外れたから、うん、太郎さん入ってるんです。うん、太郎くん棒がつりやから、これで太郎くん外れた。知らなかった、それも。誰だ、お薬に、不倫に、個人情報をお金で売る、金持ち逃げに個人情報を売る、うん、誰だ。隠し子、隠し子、はい。隠し子5人、うん、誰だ。不倫じゃないんですよ。罰を多分1個隠して、子供が、うん、配信者になる前にいることを隠してるんですよ。うん。誰や。いや、太郎くんは別に隠し子ちゃうやん。この子供いてるじゃん。うん。いますよね。うん。あれ、太郎さんって罰なんなんですか。いや、それは俺知らん。子供何人います。え、一人は、うん、いつも一緒に配信してるじゃん。ああ、そうなんだ。あ、一人は知ってます。うん。一人は知ってる？どういうこと？あ、一人いるっていうのは知ってるんですけど。ああ、そういうことか。ああ、その前になんか罰があるとかないとかは分かんないです。私。え、ヒントは？あ、じゃ次バトルで勝ったらヒントだけちょうだいよ。あ、じゃあもう一個ヒントあげますね。ちょっと今考えながら。あ、分かった。じゃあバトル行こう。はい。はい。でもこれ3位になんなかったらもうバトルする意味ないよ。こっちだけなんか情報。よし、これ絶対勝ってヒントもらうぞ。絶対ヒントもらうぞ。皆さんタップからお願いします。絶対勝つに決まってるもんだと。無料アイテムと、ナイスのタップでポイント伸ばせるんで、ナイスと無料アイテムのタップよろしくお願いします。タップ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 、ナイスと無料アイテムのタップよろしくお願いします。頼むよみんな。あ、ほら絶対私投げないんだから。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナイスでもポイント伸びるんで。渡さないからね。すいません。ナイス結構10ポイントとか伸びるんで。はい。200ナイスまで、達成までいきましょう。はい。タプ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 。ひどいよね、これね。タプ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 。タプ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 タ
はい、3×5 は 15.7 パオン。オッケー、いいよ、徳目さん。うまい。な、あの人ナイス、オッケー、いいよ。タプ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 。いける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 。いけるいける。はい、5個パオン、アザス、オッケー。タプ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 。ナイス、トンチキー。ナイスのタップもお願いしますね。伸びるんで。はい、アザス、トラキちゃん、パオン、アザス、オッケー、いいよ。タプ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 。いけるいけるいける。投げなくていいだけじゃん、22号さん。タプ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 。いけるいけるいける。村入ってものタップよろしくお願いします。いけるよ、いけるよ、これ。おっしゃ、あと18ナイスで達成です。いけるで、スペシャル来るで。うん。いけるいける。はい、豚5個、パワー出す、OK。ナイス、なんだろう、ヒント待って考えるわ。いけるぞ。はい、金メガ5個、パワー出す、OK。いいよ、金メガ。いけるいける、絶対いける。絶対勝って、ヒントもらうで。はい、あげみちゃん、パワー出す、OK。いいよ。はい、メガホンも5個出す、OK。はい、17個、パワー出す、OK。いいよ。はい、いいよ。ラブドリンクもナイス、オッケー。あげなくていいよ。みんな、ヒントあげなくていいよ。そう、サインしてから同情するならサイン行く。くるで。しげち、ありがとう、大好き。あと10ナイスでいけます。あと10ナイスタップで。数の暴力勝つよ。くるで、スピシャル。いいの本当にマジでありがとう、みんな。本当にありがとう。はい、ありがとうございます、ムルアイテム。リンを守って、みんな、本当お願い。ありがとう、ナイス。あと3ナイスで。達成です。ナイスです、ナイスです。いいよ、スペシャル来るぞ。はい、10個、パワーを出す、特命さん、いいよ、10個。正解。ナイス来たー、そうだよ。いいよ。いけるよ、いける。まだ、まくれる、まくれる。いくぞ、絶対勝つぞ。みんなで行こう。パワーダウン、ナイス、パワーオッケー、いいよ、甘い。いける、絶対。すごい、3位になったよ。あと30秒で来るぞ。いける、いける。はい、5×5 は15、オッケー、いいよ、25、オッケー、特命さん、ナイス、オッケー、来る人。ここまでで絶対勝つぞ。4個パワー出す、オッケー。はい、徳永さん、パワー出す、オッケー。いいよ。2個パワー出す。どうせ最後に勝ったらお願い。スピシャル来るで。2分から行くな、オッケー。勝て、革命起こせ。はい、アザスケートリン、パワー出す、オッケー。いいよ。勝てるんだぞってとこ見せつけて、そこから2分から起きていくぞ。キミ君、3つパワー出す、オッケー。いいよ、キミ君。ナイス。よっしゃ、ここから、起きていこう。ファイヤーでポイント全部。嫌いな人いくぞ。ナイス、行くぞ。ここからキミ君、パワー出す、オッケー。絶対勝つぞ。いくぞ。もらうぞ、ヒント。いけるいけるぞ。5個パワー出す、オッケー。仕掛けるぞ。勝つよ。いけるいける。ここ、大きく行こう、大きく。ここ倍やからね、ポイント。いこう。ゾウ2回目、17パワー出す、オッケー。5。いこう。アイテム全部絶対いける。絶対いける。はい、豚パワー出す、オッケー。いいよ。はい、バルーンパワー出す、オッケー。いいよ。大きく行こう、大きく。いこう。いこう、キミ君ナイス、オッケー、キミ君ナイス、オッケー、いいよ。ええ勝負や、いくぞ、まくるぞ、まくるぞ、差し込みも気ぃつけてね。はい、スイカ割りパワー出す、オッケー、いいよ。いいよ、勝つぞ、いけ、ゾウゾコパワー出す、オッケー、いいよ。バルーンナイス、オッケー、いいよ。いけ、ゴー、はい、豚肉パワー出す、オッケー。よっしゃ、ラスト1分、みんなで行こう、みんなで行こう、みんなで取りに行こう、ヒントもらうぞ。南北大、特別ありがとう、ナイスドンチキン、4番で、ゴー、こっから、ナイスドンチキン、こっから起きていこう、みんな、みんなで行こう、ナイスワンワン、はい、ゲートリンパワー出す、オッケー、いけ、ゴー、スイカワリパワー出す、オッケー、いいよ、ゴー、行こう、ラスト30秒で、はい、ナイスドンチキン、パワー出す、オッケー、いいよ、いける、絶対勝とう、はい、あやちゃん、パワーです、オッケー、ラスト30秒です、ありがとう、ナイス、パワーです、オッケー、いいよ、ラスト30秒、バルナーさん、オッケー、いいよ、キミ君、ハンター、飛ばそう、ハンター、オッケー、アゲミちゃんもパワーです、オッケー、ブダも5個パワーです、オッケー、はい、ゾウパワーです、オッケー、ドクメさん、スイカ割り2個パワーです、オッケー、いいよ、ゴー、ラスト10秒、ゴー、キミ君、差し込み行こう、ゴー、はい、結構すごい、ありがとうございます。まだアイテム欄がちょっと ラグあるんで、ちょっとしてから読み上げさせてもらいます。はい、どうぞ。はい、ちょっとアイテム欄ラグあるからちょっと待ってね。あの、はい、多分大きく投げてはる人のがまだ表示されてないから、ちょっと一呼吸置いて、ちょっとアイテム欄全部確認します。すげえね、アマリスすげえね、強いね。やっぱみんな暴露大好きやから。はい、バルーンありがとうございます。オッケー、ちょっと待ってね。アイテム欄のラグまだめっちゃ続いてるんで、多分大きく投げてくださった人おるんで、これそんなにラグあったんか。あれ、本当に、まだ俺の枠アイテム止まってない。マジですか。
止まってない。まだライオンとか来てます？ライオン来てる。ユニバも来てる。ユニバ来てるか。来てる。そっかそっかそっか。あ、その間に考えるんで。キミ君の花火今来た。うん。こいつ山田以上に口だけやわ。強すぎる。キャリー新しい店特定された嘘でしょ。うん。はい。あ、ありがとうございます。キミ君すごかった。カシン明日送検って本当ですか？速報今来ましたけど。あ、逮捕確定。カシンおめでとう。カシン A 番確定。パクられた、はい、おめでとうございます。あ、みんなあ交流あカシンやっぱりまだ出てきてないわ。うん、出てきてないわ。あ、じゃあもう A 番ちょっと大手かかってますね。せやな、リーちゃん。あ、ナナチボ大花火パオ、あ、ありがとうナナチ。あ、みんなカシンの通報しちゃダメだよ。あ、アカウント通報しちゃダメだよ。アカウントはまだある。 A 番確定だね、うん。あ、社長ありがとうございます。あなたがアルプで席を掘りやったらそうかしら。あ、お金持ち OK 社長。あ、ありがとう、うん、ナイス、いっぱいありがとうね。はい、チャーミーパワー。ちなみに私あの不起訴の人でも一回逮捕されて不起訴になっても A 番になった人知ってますから。あ、まあせやな、うん、そうです。あ、OK 社長5000円。何そんな応援してくれるの、ありがとう。ハートの人今表示されました。今表示されました、ハートの人 OK。 ねえ、まだ通報数がいってないんだと思う。逮捕の知らないあるのは絶対大体 なっちゃうよ。じゃあちょっと読み上げさせてもらいます。はい、はい、チャーミーさん、レイさん、クマさん、ワーちゃんで、アムリタさん、トラキちゃん、ヨーコバーさん、レイさん、ジラーチさん、どうしたの、ありがとう、5000のアイテム、ハートさん、社長さん、はい、で、フランさん、ケイトリンさん、モモさんで、あと大花火がナナチで、俺をフォローすんなの人で、キミ君、モコさん、はい、ありがとうございます。あとリンちゃんとリンちゃんのリスナーさんもありがとうございます。 OK、ありがとうございます。じゃあ呼ばせていただきます。匿名さん、ゆきのしげち、匿名さん、皆さんありがとうございます。そして山田さん、リスナーさんありがとうございます。え、で、3位になりました。そこで3位になりました。ほんで3位にもなった。俺にはバトル負けた。もうイニシャルか何かしらはよろしくお願いします。結構ね、3位になったんでね、美味しいヒントいかないといけないですね、はい、そうですね。まあ、正直イニシャル欲しいけどね、その配信者。ちょっとやばい、ほんとバレます、それ本当バレます。じゃあそれ以上の詮索はとりあえず先得からイニシャルお願いします。3位にもなったで、バトルも負けた、うん、両方達成じゃん、イニシャルって言ってた。あ、でもそっか、3位に私が入賞しなかったら別につなげなきゃいいのか。うん、そうだからイニシャルだけでいいと思う。ほんで、そうそうそう、ほんでつなげへんかったやん。絶対バレる。バレへんって、バレへんって、決めつけはよくないやん。イニシャルだけやから。あ、じゃあもうちょっと近づきます。あのイニシャルじゃなくても、うん、ひもこれはっていうのあります。はい、じゃあそれをお願いします。これはっていいですか。はい、お願いします。なんと大ヒット。なんといきます。高身長ではありません。高身長ではないってことは低身長ってことになるけど、人は基準は人それぞれですけど、うん、私から言わせてもらったら高身長ではないです。来たんじゃないの、私から言わせてもらってプラプラで高身長じゃないって、もう大体ギュンってなりましたよね。で、あっこママの店に結構出入り。山田さん身長何センチですか。山田君173。あ、結構ある。まあ、あんねんあんねん。俺別にそんなには低くないね。今の発言もヒントです。あ、ということはもう俺より低い確定やん。まあ身長が何センチかは測ったことないんですけど。いやいや、でも今のやと俺より低くて、あ、え、山田さん165って言われてますけど、あれ？あ、嘘、70ある。本当あります？あ、あるあるある。今度並んでみ、わかるわ。え、本当にあります？あ、あるあるある。私167ありますよ。あ、やった、全然俺の方がでかい。並んでみ、うん。
163とか言われてますけど。ああ、そうそうそう。173。山田さん、自分の暴露隠してるとかないですよ。大丈夫ですよね。ないね。俺言われて困ることないもん、今。もう住所から何から全部晒してやってるから。うん。え、ほんじゃもう一人しかおらんくん、一人か二人しかおらんくない？誰です？え、誰かは言わん。なんで言ってくれないんですか？ちょっと予想だけ言ってくださいよ。いやいや、もう俺の口からは言いにくい。いや、もう暴露なんかできないじゃないですか、それ。それもうやめた方がいいんじゃないですか、じゃあ。暴露、やめます。でもあれやろ、りんちゃんから見て、俺、面識あるやろ、それ、その配信者。何人か、うん。あ、いや、だから山田さんは違う違う、その配信者自体は知ってるけど、会ったことあるかどうかっつうのは分かんないです。嘘だ。一緒に配信してんの見たことあるやろ。一緒に？うん。分かんないっすね。え、だってプラプラやろ。はい。今もプラプラやろ。そうですね。今見たらそうでした。うん。うん、違うんです。私配信外ってぶっちゃけほとんど、うん、これこれさんの YouTube 切り抜きとかこれこれさん配信しか見ないぐらいのあのネクラなんですよ。だから、あ、まあ、せやわな、うん、そう、他の配信者が誰と会ったことあるかっつうのが分かんないんですよ、うん、ありがとう、うん、もう分かっちゃった、分かっちゃったんですか、もしかして。いや、どうやろうな、わかりません。だって2人ぐらいしかいないって今、だちょっと教えてください。いやいや、いいです。え、じゃあだってアキコママの店に出入りしててプラプラの配信者、出入りはしてたことありますよ、その人。はい、うん、で直近でもあるやろ多分。あ、それは全く最近見てないんですよ、アキコママの店の。うん、しててプラプラなんてもう数えるぐらいしかおらんや。プラプラ結構来てません？そんなことないんだ。いや、そんなにおらんで。あら、私やっちゃった。その時点であれやで、もうだいぶこうギュッて狭いで。だからヒントそれなりにあげたんですよ、まあ、だって2回も負けて3位になったから、それはギュッてするしかないじゃないですか。それで例えばね、例えばですよ、うん、単発ですとか、そんなのヒントにならないじゃないですか。まあせやわな。はい、うん、養分は絶対ない。養分はもうまずない。養分さんは私ね、うん、あのプロフィールにも書いてくるぐらい尊敬してる配信者さんなんで。ああ、養分は絶対ない。ないです。ないです。ないです。大丈夫です。イニシャル行けよ。イニシャル行けよ。ダメですって。さ、3位になったらイニシャルどころか言いますよ。ドン。3位になったら山田さんにね。自分のわけでは言わないですよ。じゃあ今3位になったやん、とりあえず。で、あの入賞が確定したら自分の枠では言わないで、山田さんに連絡するんで、うん、山田さんの枠で言ってください。いや、それはあかん。配信中コラボでりんちゃんの口から言って。ああ、いいです。だから勝手に一枠では言わないです。勝手に一人では言わないです。コラボでして、ここでりんちゃんの口から言ってよ。そうしたら訴えられたら共犯ですからね。いや、訴えられたら俺が弁護士用意したるわ。自分だけ弁護士つけて、私は関係ない。あ、ない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 、それはない。弁護士は入れる。あ、じゃあ、今年は、約束します。今年はとりあえず、1回は、あの、弁護士費用、経費で落とせるから、今年はな。はい、うん。それはもう別にここで使おう。うん。負けたらごめんなさい、本当に。どうせ税金で持っていかれるだけやから、裁判してもええねん。でも、それはもう負けたら、ちょっと。それは俺も税理士と話ついてるから。うん。でも負けたら慰謝料が。え、どういうこと？慰謝料ってどういうこと？それも経費になるから大丈夫。名誉毀損とかで負けても大丈夫なんですか、それ。ええよ、別に。それも経費で落とせるから。まあでも、証人もいるし、やってることは、あの、その子は絶対嘘ついてないんで。うん、やったらいいやん。逆に嘘じゃないソース持ってこいっていうぐらい。うん。しかもね、やったことがね、その子のね、うん、身内に対してなんで。うん、言ってたな。旦那さんやろ、うん、旦那さんの身内に対してとかかかってるんで、やってないが、ま、やってない早々持ってくのがむずいと思います。え、だから要は
配信始める前までの役ブーツとお金の持ち逃げ、まあそこが主たるところ。そしてその子たちの個人情報をお金で売る、金持ち逃げです、うん、金持ち逃げやねんな。オッケーオッケー、はい、あ、隠し拷問ですね。イニシャルは、まあ、それはあの害ないんですけど、うん、もうどうせ暴露するんだったら隠し囲碁いるやんけって言えます。ああ、そういうことな、はいはい、必ずサインを取ってやっちゃいます、うん、やんねんな。言うたらサインになったら絶対にやりましょう、うん、言ったで。はい、じゃあ山田さんその代わりマジ無料だけは流してくださいね。無料十分バトルで流れたやろ。流れてないの。あ、違います、だから最終日まで、最終日まで無料流すはアホやろ。だって私閲覧普段10-20しかいないんですよ。これ買ってないですよ。いいですか。なんでそんな閲覧ないの、そんな爆弾あんのに。あの毎日家に座って酒飲んで食ってるから、うん、違うよ。リンちゃん、リンちゃんが閲覧ない理由俺教えたろか。はい、匂わせだけして何も落とさんから、そうやって。だって家臣のテポドン部長としてじゃないですか。だけやん、言うたら。しかもそれも人に任しちゃったんですよ。うん、 あとウッキー来たで。ウッキーが風評被害や言うて、うん、じゃウッキーさん違います。私ウッキーさん違います。でウッキーは違うって言ったってよ、それやったら。マジ違います、ガチ違います。ウッキーさん、ウッキーは違う、うん、ウッキーは違う、うん。で俺もウッキーのそんなん聞いたことない。200違います。うん、違う、やめて、あの、うん、妄想で人のとこに行くの本当、うん、ウッキーは絶対違うから大丈夫。使って使って違う、うん、ウッキーさんだったら私が引退します。あ、オッケーオッケー、うん、ウッキーは違うから、はい、だからウッキーは俺にイベントの有料アイテムちょうだい。無理か、無理や、無理やな、うん、それは通らんかったわ、それは通らんかったわ、うん。じゃあ必ず山田さんに頼らずともサインを取って、11日にサインを取って12日に、うん、で、あきこままの店出入りしてて背低くて、はい、でプラチナ、まあ、でも価値観があるから、まあまあでも、はい、プラチナたぬきさん、あ、プラチナたぬきじゃ、プラチナプラスの配信者。うん、これで今太郎くんめっちゃ名前出てるけどさ、ちゃうかった時めっちゃ風評被害やで、太郎くんも。そうだよ、そうだよ、うん、うん。しかも太郎さんって今配信最近ふわっちゃってます。いや、あと TikTok でやってると思う、結構。そうですよね。でもじゃあ太郎くんも違うの。いや、それは誰違うって、これ以上言うとどんどん絞られてっちゃうんで。あれ、太郎くん否定せえへん。だって身長が高い人って絞られてっちゃうから。いや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 、太郎くん否定せえへんぞ。なんでや、なんぞや、なんぞや。いやいやいや、太郎さんが今ふわっちゃってるかどうか自身まず知らないんです、私ガチで。いや、背低いって言ってるからイキリストはもうまずない。イキリストって何センチぐらいっす。80ぐらいある、あいつ。うん、あるで、あるで。タロさん背低いんです、逆に。いやいや、それはもう知らんけど、うん、山田やんって言われてますよ、マジで。身長165だから。じゃあ、しかも山田やったらもう山田って言ってるやん。僕じゃないですよねって聞いて。いや、それはサインになるまで山田さんでも言えないですよ。うん、ちょっと山田やったら言うていいよ別に。いや、山田やったとしたら、まだ言えない、まだ言えないですよ、うん、山田さん、うん、そんな、ごめんなさいね、いきなり裏切ったら。私手のひら返して山田ですとか言うかもしれない。それはちょっと、だって私だって意地でもどんな手使ってでもサイン取りたいんで、山田さん売りますよ、いざ山田さんでも。ごめんなさい。いや、でもアイテムよりさ、やっぱり今見てくれてる視聴者の心が大事やぞ。言うてもイベントなんておまけじゃん、言うたら。だってで、あんだけみんな家臣のテポドン早く落とせ落とせっつって落として、うん、私結局サインにも入れない、うん、みんなね。ちゃうやん、それりんちゃんさ、あの引っ張り方も下手くそやねんって本で見てたら、うん、確かに。それは自分の腕やん、閲覧だのなんだのは。でもみんなみたいに便乗できないんですよ。
別にタイトルにしたらええやん。文庫食いできないっすよ。下手なんですよ。私すぐ動ける状況でもないし。すぐ動かんでも、ホワイトボードぐらい買ったらええやん、そしたら。そんな部屋にさ、いらんゴミばっかり増やしていかんとさ。ゴミじゃないぐらいにすらさかもらったわ。部屋飾るもんばっかりや。そんな配信にさ、必要ないやん、そんな部屋飾んの。すいません。うん、ホワイトボード、もうお金あんやったらホワイトボード買いなさい。お金ないですけど、100均でこんぐらいの買ったんですけど。ちゃうやん、ちゃうやん、ちゃうやん。ホワイトボードなんてさ、1万円出したらいくらでもあんねんって。見てみ、これ。うん、見てみ。見てみ、これ。わー、すごい。見てみ。もう、まあ、この後こっち行くけど、俺、お話は。でもこれ私、例えばこれ私買ってやるとするじゃないですか。うん。10人、20人しか見てないのに、そんな、そんなことないよ。タイトル思いっきりこすって、ちゃんと話題してまとめれば、うん、普段の閲覧の倍以上行くわ、そんなもん。本当ですか？行くよ。ホワイトボード買いなさい。うん。はい。すいません。うん。うん、え、ほんで、誰なの？ほんで誰なの？じゃあ3位に、入賞したら言いに来ます、勝利で。今3位に返り咲いてんからさ。いや、もうなんか、追いついてきてるらしいっす。うん。行こうよ。行こうよ、りんちゃん。イニシャルだけ行こうよ。いや、だからそれバレますから。バレへんって。いや、ほんとバレますから。だって、例えばですよ。例えば。うん。じゃあ、Y ですって言ったらバレるじゃないですか、ね。じゃあ、Y って言ったって、山田だけじゃないやん、プラプラ。探したら出てくるやん。うん、誰ですか？例えば、山田。プラプラですよ。ようやろ？いくらでもおるやん。うん。やゆうようって言ったらいくらでもおるやん。出てきてないから。例えば、ようぶんもそうやし、よしゆきもそうやし。よしゆきって誰ですか？森や。うん。おるよ、いくらでも。あ、よっさん？うん。よっさんだってワイヤで。うん。よっさんもワイヤで。よっさんに隠し子がいて、じゃあ、例えば。10年以上前遡った。じゃあ、ワイ一人でもそんだけおんねんでって。結構おるやん。行こうよ。じゃあ、わかりました。ちょっと、一日だけ考えさせてください。いや、次のバトルまでに考えてよ。今からバトルやから。どうせ負けるんですから、本当に私。そんなことない。ええ勝負やったやん。うん。ダメです、本当ダメです。イニシャル行こう。次負けたらイニシャル行こう。キムラ、腹くくれ、配信者やったら。だって勝つじゃないですか。そんなことわからんわ、やってみな。なんでやねん、さっきだっていい接戦、ずっといい接戦やん。うん。ダメですよ、だって本当に頼みます。これどうせ言って負けるの。イニシャルかけろ。これ言ってどうせ4位になるの目に見えてるんで。そんなことないよ。え、あ、今見てくれてる人、もしイニシャル言ったら、リンちゃん勝たしてあげるよね。あ、ほら、ノー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 。そんな早くレスポンス返ってくるわけない。いや、もうやばいやばい。ノー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 、ほら、もうノーノーノー嵐、ほら。ほらほら。ほら。あ、じゃあ。しんのすけさん、用意できてますか？しんのすけさん、行くよ。あ、じゃあ、イニシャルでもし勝たなかったら、イニシャル言って勝たなかったら、ソースも承認も出さないで終わりますよ。あ、オッケー、それでいい。私は、鈴鹿に聞いた話を発言するだけなんで。あ、オッケーオッケー。で、それは飲んだるわ。私の虚言って言われて終わるじゃないですか、4位だったら。あ、もういいよ。それは俺がカバーしたるから。イニシャルな、ほんとは次のバトルで。わかりました。絶対やで。オッケー、行くぞ。聞いた話ですよ。聞いた話。オッケー、行くぞ。行くで。すいません。皆さん、ナイスのタップお願いします。あと、無料アイテムもタップお願いします。絶対忘れないと。タップ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 。はい、はい、はい。僕絶対買ってイニシャル聞き出そう。うん。もう買ったらイニシャルやから。タップ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 。これ私、人から聞いた話なんで。ナイスボタンもポイントに反映されるんで、タップ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 。はい、バルーンありがとうございます。オッケー、いいよ。ナイスボタンも目標毎日300なんで行きましょう。しかもなんかイニシャル言えばさ、山田さんが名誉にかけて3人優勝させてくれるっていうか。ああ、いいよいいよ、もうそれでいいから。でも嘘かなと思ったら応援して。おい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 、スピチャレ来るからな。ま、おっきく行くのまだね。タプ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 。
とりあえず無料アイテムと、ナイスボタンのタップでポイント話していこう、こっから。ナイスボタン、ナイスボタン。どうですか、山田さん。私が勝ったら言うはダメなんですか。どういうこと。いや、ただもう始める前に条件組んだやん、今。だからイニシャルだけでええねんって別に、うん、あ確かに、うん、そうそうそう、うん、だから証拠なかったらね、他のことはもうええから、証人がいなかったらね、一人よがりですからね、タップタップタップ、行くぞ行くぞ行くぞ、みんな行こう、絶対イニシャル聞き出すぞ、リンちゃんから。ナイスボタンタップです、ナイスボタンのタップでポイント伸びるんで、タップの手を止めるな。3分からでもいい、山田さんはコラ、ね、コラボ取ってくれたから、はい、バリオンパワーアナス OK、おうおう、いけ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 、ゴー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 、またタップね、またタップね。え、でもあれですよね、ま、山田さん。何？イニシャル言ったら、あ、もう他のことはいい。応援してくれるんですよね。他のことはいい。あ、チョコパワーあざす。それは飲む。サイン応援してくれるんですよね。あ、応援する。応援する。無料アイテム流す。はい、パワーあざす、オッケー、豚。オッケーよ。イニシャル言ったら最終日まで無料流してくれるってみんな。よっしゃ、キーちゃんパワーあざす、オッケー。でも、タップ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 。オッケー、3分来た。300ナイスで達成やって、みんな。300ナイスで達成。32だけお願いします、ナイスボタン。はい、タプ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 。いけるいける、あと28ナイス。レイさん、パンをあざす、オッケー、いいよ。いけるいける、まだ押してない人、よろしくお願いします。はい、セッタさん、パンをあざす、オッケー、いいよ。ナイス、ありがとう。諦めたらそこで試合終了だよ。来るで来るで、ナイス、ありがとう、あと16ナイスで達成、はい、バルーン、あ、パワーアザス、オッケー、豚もナイス、はい、バルーンもありがとう、オッケー、サイケンチャンネル一番見てる、あと10ナイスで達成、まだいけるよ、はい、豚パワーアザス、特命さん、いいよ、いけるいける、はい、2倍パワーアザス、オッケー、豚、でもそしたらあと8ナイスで達成、スピチャレ来るで、スピチャレ来ますぜ、何にもない、はい、バルーンありがとうございます、オッケー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 、猫もナイス、パワーオッケー、いいよ、いけいけいけ、よし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 、もうスピチャレ来るで、こっからね、2分からね。はい、キミ君 5×5 は74。オッケー、パンオッケー、いいよ。ナイス、行こう、よっしゃ、スピチャレ来た、こっから大きくお願いします、皆さん。ありがとう、ナイス、ここ前なんで、行きましょう、皆さん。はい、バルーン10個渡す。トラピッチャーも出せないと、オッケー。ナイス、ここやで、何のアイテムでもいいんで、お願いします。行こう、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 ゴー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 。はい、チョコさんナイス、オッケー、キミ君もナイス、はい、豚2個パオン、コトバス、オッケー、いいよ、ニコトバス、バルームナイス、オッケー、いいよ、できたらイベントアイテムで行くで、差し込みだけ気ぃつけていこうな、こコツコツ行こう、コツコツ、みんなで行こう、みんなで、みんなで行こう、みんなで行こう、いける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 、はい、はキミ君もナイス、オッケー、いいよ、誰が投げた今、なんか行くで行くで行くで、ゴー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 、はい、超パオン、オッケー、いいよ、いけるいけるスピチャレ、いけるいける、あ、10倍パワーアザス、オッケー、いいよ、ゴー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 、いけ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 、サミちゃんありがとう、マッチさん、あとラスト1分、ラスト1分、はい、そう、パワーアザス、オッケー、特命さん、いいよ、クーの人、いいよ、さっからいいよ、引きたいもナイス、オッケー、はい、クーの人もナイス、オッケー、いいよ、はい、5個パワーゴシゴシ、オッケー、絶対勝つぞ、ミークソナイス、オッケー、いいよ、いいよいいよいいよ、はい、バルーン5個パワーアザス、オッケー、よっしゃ、パスコミだけ気ぃつけよう、大きく踏んで、向こうも、はい、10番パワーです、OK、はい、バルーン3つパワーです、OK、よ、ゴー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 、いこ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 、はい、あらす、金メガモ、はい、緑リンゴ50個です、OK、よ、いけいけいけ、油断したらあかんで、ラスト30秒、差し込み行こう、はい、チャーミーパワーです、OK、よ、差し込んでいこう、はい、3かける2は8パワー、OK、よ、徳部さん、ハーの人ナイス、OK、話していくぞ、話していくぞ、まだ今ファンタ1個で変わるからね、トメント行こう、トメント、みんなで行こう、みんなで、はい、緑リンゴ50個ナイス、オッケー、いいよ、はい、いいよいいよ、ゴー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 、ラスト10秒、ラスト10秒、行こう行こう行こう、はい、チャーミーパワー出す、オッケー、いいよ、絶対勝つぞ、あ、レイさんパワー出す、オッケー、いいよ、ヒロさんナイス、オッケー、いいよ、キミ君も風船ナイス、オッケー、水上花火でかいパワー出す、オッケー、わー、あの人、それでは、貢献者読み上げさせていただこうと思います、レイの人、チャーの人、ハーの人、あとワーの人、水上花火、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、リンちゃんと、あとリンちゃんのリスナーさんもありがとうございます、はい、ということでリンちゃんさん、よろしくお願いします、イニシャルの方、その、違法薬ブーツだとか、お金持ち逃げだとか、リスナーさんの個人情報を、お金に変えていただとか、
あと隠し子、3人か4人ぐらいおる、そのプラプラ、あきこママのお店に出入りしてるプラプラ配信者とは一体どなたでしょうか。よろしくお願いします。私は知らないんですけど、聞いた話なんです。聞いた話に基づいて言うと、はい、なんと、はい、なんと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 わかんわ。私はただ指と指を重ね合わせただけです。千三百目さん、ありがとう。いや、私は知らないです。いや、俺も知らへんよ。配信者になる前の話なの。私は知らないんです。まあ配信者になる前の話やからな、そうだよ、別に。そうだ、別にそんなまあせやんな、なる前の話やしさ、そんなさ、そうですよ。そう。ちなみに隠し子2人っていうのはどういった感じで入手されたんですか、その情報は。あ、だから地元の先輩後輩関係なんで。その方が先輩でよろしいですか。はい。あ、そう。で、職場が一緒だったんです。はい。なのでお互いに、まあ、だって地元ってことは学生時代からのあれで、で大人になってからも職場が一緒で、なのでバツニーで子が公開してないお子様がって言ってましたよ。私は知らないですけど、言って、ま、聞いた話です。これ噂話ですね。噂話です。これは噂話。今日は結構暑いっすね。え、なんかなんか脅されてます、山田さん。山田さん、私脅されてます。大丈夫、脅しちゃダメだよ。ゼロワンに報告しとくね、やられるねとか言ってます。え、なんか私誰って言いました。まあ誰とも言うてないし、ちなみに僕ワンライブ大阪支部統括なんで、はい。私やられちゃうんですか。脅しですよね、これ。怖いね。事実でも名誉毀損だから。だって名前も言っていないのに、私名誉毀損罪に持ってけばいいんじゃないでしょう。まあな。ちなみにりんちゃんはワンライブなの。私ね、誘われたんですけど入れないんですよ。もうすでに TikTok で稼ぎあったから。そう誘われた時にもうダイヤを あれがついちゃったんですよ。 TikTok の運営さんが担当がついちゃってて、はい、ほんじゃもう移籍できひんっていう状態なんですね。はいはい、そうなんです。山田さん私は潰す気だったんですか。いや、そんなことだよ。守りたい。これからもやっぱり。手のひら返しするんですか。いや、手のひらは返さないよ。守るよ。でもまだ誰とかは言ってないから、イニシャルだけじゃん、言うたら。はい。あれは、あれだよね。F だよね。多分、F だよね。そうそう。F だよね。F だよね。さっきのあの手の動きは。俺は F に見えたけどな。F に見えたけどな。A ですよ。A です。F、F だよな。F だよ。A です。A だよな。はい。こう言って、ここに、これ。そう。そう。A だわ。A だわ。はい。A だわ。A です。見えませんでした。多分こうして、ここに、これ、中指。そう。
ていうことで、はい、A です。うん、A やわ、 A だわ、あ、 A だわ。え、何に、逆に何に見えたんですか。もうなんかみんながなんかもう T に見えるだとかなんだとか言ってるけど、え、 A だよな、俺も A に見えたから。いやだから私口にも出してないし、別に 指だけだったんで、うん、俺も あれやから言うたら、うん、え、最優勝の協力確認してみしてくれますよね。あ、もうもちろん、はい、凛ちゃんから声をかけられればもういつでも無料アイテム流してあげてっていう話はするから。いやいや、11日までお願いします、うん、なんか毎回ほらあのコラボ申請すると疑惑の邪魔になっちゃうね。無料だけ。あ、そんなことないよ、うん、そんなことないよ、はい、うん、それは、うん、あとそれ暴露でも何でもない、もう疑惑で話してるよ、だって凛ちゃん。え、全部。ちなみに、はい、ちなみにね、それ暴露でも何でもねえじゃんって、本人が呪縛で話してるよ、だって。隠し子、薬物、人の個人情報売買、金持ち逃げよ。まあなんか、うん、近いようなことはもう別に、うん、そんなんもう自分でやってるよみたいな、そんなんその人のこと見てる人やったらみんな知ってるよって。でもなんかその告発してくれた子はあのその人の枠見てるみたいですけど、うん、あ、配信上で隠してるって言ってましたけど、じゃあその子が嘘ついてるのかな。でもそんなことないと思うんですけどね。まあその辺はちょっと凛ちゃんとその人で帳尻合わせたらまあいいんじゃないですか。でも私は聞いた話、まあ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 、せやな、うん、私は聞いた話なんで、うん、せやな、許せないリスナーさんがいてかわいそうだねっていう感じなんで、うん、でも別にその人とは今仲悪くないんで、その配信者さんとは、まあ多分俺も仲悪くないんで、うん、多分、うん、だから別に証人を出廷させなくてもいいかなって思います。うん、まあそうだね、まあ後の話はまあ、うんうん、それはそうです。うん、あ、山田さんも仲いいんですか、うん、ありがとう山田さんから。いやいや、ちょっと誰かわからないんで、はい、誰かわからないんで、仲いいとも仲悪いともちょっと言い難いというか、うん、あ、わかんない、あ、じゃあ大丈夫か。ほなね、りんちゃん、ほなに、りんちゃん、うん、ほなね、うん、はい、ありがとうございます、失礼します。あ、クール、あら、スパオン、あ、そっけ、本当ありがとうございました、山田さん、はい、ありがとうございます、はい、失礼します、はい。よんか、いや俺はもう誰か知りません、はい、うん、いやまさかな、そうやと思ってなかったから、うん、やし、でその程度の話やったらみんな知ってるやろみたいな。なんだよ、うん、なんだよ、時間返してくれよ本当、うんうん、いやごめん、俺その辺のことは知らん別に。でもさ、配信始める前の話とかやからさ、言うても、うん、言うてもな、配信始めてからのそのお話とかじゃないか、別にええんちゃうの言うたら、そんな、うん、なあ、うん、なんだよ、アイテム個人のに使われただけかよ、うん、そういうことか、そういうことか、うん、ああ、はい、いやいや、俺は下手打ってないよ別に。いや、なんかあまりにも言うからさ、うん、ああ、日焼け、うん、いや、ブーツ売ってた人なんていくらでもおるやろ、多分配信ボタン押しちゃうタイプにはいくらでもおるんちゃう言うたら、そんな、今の話じゃないんやったらええじゃん、うん、ああ、すいません奥村先輩、いろいろ諸事情で、あの、昨日は配信ボタン押せなかったです、はい、子供は否定されてんのよ、いい、うん、
配信始めてからの話じゃない。で、まあ、ちょっと古い、あれ、ゼウスさんからかかってきてる。なんやろ。はい、もしもし、ゼウスさん、お疲れ様です。あの、これからちょっと僕バトルやるんで、ケンシロウさんって人と。はい。あの、ちょっとだけカード出せます？今配信中だってのは分かってるんですけど。あ、すいません、無料では無理です。すいません。あの、例えばね、ゼウスさんが バトル来てくださいって言って、僕の枠でファンタでも投げたら全然動けるんですけど。ああ、わかりました、わかりました。はい。さすがに、はい。うん。で、ゼウスさんって被害届出されてなかったっけ？そういえば、カノちゃんから。そういえばやけど。うん。出されてるよな。何してんの今は何してんの言うたら。出頭かかってないんかな、この人。おう、どういうことや。いや、受理されてるで、もうちゃんと。あ、今日朝から配信してんねや。中村を訴えた。あ、ほんで一回聞いてみようか。一回その話一回聞いてみようか、ゼウスさん。で、事と次第によっては番開けたんで、じゃあゼウスさん電話出てよ。ゼウスさん電話出てよ。あの、なんか、あの、うまい話あんねやったら、あの、少しぐらいは宣伝できるっす。あの、僕とゼウスさんって別にそんな仲良くないじゃないですか、言うてもね、言うて。で、ゼウスさんの枠でバトルしたって、あの、まあ、ええとこ10人ぐらいでしょ、人来て。でも僕が宣伝することによって、そこの枠の閲覧を倍以上にはできることを担保するんで、ちょっと電話出てほしいっす、マジで。うん、どうですか。それやとウィンウィンじゃないですか、言うたら。どう思います。うん、あ、始めた、もうほっとく。そしたら、うん、ほっとくほっとく、うん、うん、ほっとこうか言うたら、うん、ほっとくのが一番弱い言うたら、うん、ただあれやん、一応カノちゃんから被害届提出されて、なんで今番開けたんで、ああ バトルでとか言って、もうその意味の分からへん話してんのかなと思って、そこ聞かしてくれたらさ、あのちょっとぐらい、うん、相手の方に、うん、無料流してあげたら、そしたら、うん、いらんな、うん、答えてくれたら、かかってきた、あ、もしもしゼウスさん、あれ聞こえる、あれ聞こえへん、電話かかってきて音乗ってない、ゼウスさん、あれ声聞こえへん、あれ切れた、なんでや、今コラボ上がってる、どういうこと、全然分からへん、電話かかってきて切れた、うん、電話かかってきて切れたわ、よく分からへん、うん、なんやねやろ、ちょっとよく分からへんですね、聞きたいわ、その後どうなったかみたいな、うん、アゼウスさんの顔は見れるで、 YouTube とかに上げられてるから、で中村くんを訴えたっていう話もちょっと聞きたいしさ、言うたら、うん、それも、うん、え、中村くんはゼウスさんが訴えてんやろ今度。いやー、どうやろう、カノちゃんにも一回電話してみる、そしたら。今日は日中は今んとこ お出かけする予定ないけどな、言うて、うんうん、俺あの 01VS うさこさんとまとめやりたいねんけど、うん、あ、ちょっと聞いてる、かなちゃんからはあの被害届ちゃんと受理されましたよっていうふうにあの話聞いてる。でその後今どうなってんのかをゼウスさんから聞きたいねんけど、答えてくれへんから、うん、言われた時受理されてると思う。コラボバトルしてる、うん、まあええちゃう、ほんじゃほっといたらどうなってんのか、カノに聞いてみるか一回。キャリー、あ、ほんでキャリーあれやろ、もう店特定されてんやろ。あ、うさこちゃんの暴露配信ちゃんと見ました。はい、ちなみにこれ俺ちゃんとまとめたからさ、やろう思っててさ、もうまとめてるんすよ。はい、ちなみに、うん、ワンライブ
ペロワン、ウサコまとめ、うん、あ、飲酒で捕まってんや、うん、これもう遅い？いい？あ、なんかキャリーちゃんもう特定されたらしいで、噂によると。あ、出勤前には特定されててんや、いい、かわいそうやな。まあ配信さえつけへんかったら別にあれやんな、キャリーちゃんも何も騒がれへんねやろうな。うん、え、もういい？ゼロワンとうさこちゃんが何やろ、あの一体全体も頭からケツまでまとめてるからさ、言うたら、うんうん、全部まとめてるから。いや知らん、俺全然知らん、なんで特定されてんのかとか、それをめっちゃ嫌がってたんじゃん、言うたらお店側は。君が近くまで配信、え、ちゃうで、492号今のお店やで、492号、バカなの、話古すぎる、もうお店変わったんやで、言うたら、うん、バカなの、うん、あと特定、前の店の特定も自分やで、言うたら、うん、バカなの、うん、俺関係ないよ、言うたら、うん、うさこ編やる、うん、タイトル全然関係ないけど、うん、ワンライブ、これな、一回な、あの火消し終わったって言ってたのに終わってなかったん。え、ちゃうで、俺ゼロワンからは電話かかってきて、もっとネタにしろよっつって、なんで俺の話じゃねえんだよっつって怒られたから、うん、これは一応ゼロキュン本人からも許可いただいている話なんで、言うたら、うん、教えて、ゴシゴシパオー、出す、オッケー。あ、せやで、せやで、なんでお前俺の話じゃないんだよっつって、あ、ちゃうで、配信中に電話かかってきてんで、俺嘘じゃないって、アーカイブも出せる、ゼロワン本人から配信中に電話かかってきて、タイトルこうちゃんでやってて、で、なんで俺じゃないんだよっつって、うん、あ、そう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 、うん、もっとやれよっつって、うん、なんで俺じゃないんだよって怒られて、いやだから、あのちゃんとあのまとめてるんですよ、うん、いや振るないで、今回はちょっとスクショとかもあるんでね、言うたら、うん、ちなみに今回スクショとかもあるんで、あ、先出ししとくか、そしたらあの この話とか、うん、ゼロキュンのあのこの何、あの舐めてから話し合いして限界、舐めたすぎる、マンコが捨てね、マンコ一番で稽古のマンコがいい、他のマンコより品があるとか、うん、結構操作あんねん、うん、今回、うん、これはちなみにうさこちゃんが放送中に出してたやつやねんけど、言うたら、うん、あ、これ見た、うん、そうそうそう、あ、これ古い、まだあるで、まだあるで、うん、え、古いの？もういい？うん、じゃあワンライブゼロワンうさこまとめ、頭からケツまでせんでええか？そしたら、あ、そうそう、でその後やん、言うたら、あの弁護士言ってんの、もういい？忖度ないよ、俺んとこは一切ない、全くないです、言うたら、うん、じゃあ何？2位になったらやろうか、うん、これフリー2位になったら、ちなみにどのぐらいの差ですか、僕と2位は今、ちなみに僕と2位はどのぐらいの差ですか、どのぐらい差あります、ちなみに結構開いてる、え、1542ポイント差、ほんまに嘘でしょ、すいません、もしよかったらあの無料アイテムよろしくお願いします、よかったら、多分もう無料アイテムであの いけるぐらいなんで、よかったらもう豚でも象でもイベントの有料アイテムでもあげみちゃんでも無料アイテムでもナイスボタンでもいいんで、よろしくお願いします。もう2位になった、なったっけ、なりました、無料アイテムありがとうございます、たくさんありがとうございます。泉大津のこうちゃん、そう、こうちゃんからも連絡来ててんだ、こうちゃんの彼女から、うん、あー、無料アイテムありがとうございます、ありがとうございます、うん、2日分取り返さなあかんから、あ、1日分取り返さなあかんから、今日のナイスの目標400なんで、あ、ゾウ3つパオン、ゴシゴシ、そう、めぐみちゃんから連絡来た、ひーの人ナイス、
その K というのは間違いですので訂正、はい、パオンアザス。じゃあこうしとくか、 KI さんにしとくわ。了解。あ、これ間違いなんや。用の人ありがとうございます、パオンアザス。これでいい、 KI さんでいいか。うん、あ、そうそう、くるみちゃんともやってたらしい、ちなみに。はい、福岡のリスナー K ですが、パオンアザス OK。 え、無関係やのにあんなに名前出されてたん、うさこちゃんの枠で。マジで。あ、割と用の人ありがとうございます、大花火 OK、 ありがとうございます。え、全くの無関係やったの、用の人ありがとうございます、大花火、よかった、ありがとうございます。福岡のリスナー K さんは全く無関係な人なの。え、くるみちゃんは2年前なのこれ。え、ほんまに言ってる、これ2年前な、くるは2年前らしい、2年前。え、じゃあ名前出てたすみはねちゃんとかは、うん、ああ、離れ完全に分かれてた。あ、福岡の K とモデレーターの K は別人、はい、パオンアザス、 OK、 ありがとう。ちゃうらしいわ、これがモデの K さんで、今来てくれてるこの用の人はパオンアザスは、モデの K は別人。あ、OK。 え、で、あ、ちょ待って、ほんじゃあさ、あの、すいません、あの、大花火くれてる当事者の方無関係なの、ゼロキュンとは、福岡の K って言われてるあなたは全く関係ないってことな。いや、でもな、うさこちゃんの配信やと完全にそうって 言うてたやん。昨日も見たもん俺。それはガセってこと。嘘でしょ、話変わってくんでこれ。うん、いや、ちゃうで、これ本人来てくれてるってことは絶対あれやろ、ここ初の話ちゃうの。福岡の K さんはただのリスナーさん、パオンアザスで、あなたがモデレーターの K さんってこと。パオンアザス OK、 大花火ありがとうございます。じゃあ、本人や、本人、本人。うん、これはリスナーさんやねんな。ああ、福岡、福岡の K さんとモデの K さんはまた別人やねん。そういうことや。違います、依頼された弁護士事務所のものです、はい、パオアザス、パオー、あ、弁護士、依頼された弁護士事務所のものらしい。俺一応ね、ゼロ級に許可もらってるんですよ、言うたら。で、誹謗中傷とかは一切してないんで、あの、ただ、あの、出てきてる事実をまとめているだけの人間なんで、僕のことは本当、あと僕ワンライブなんで、訴えないでください。ありがとうございます。いや、これ、本物や、絶対。え、依頼された弁護士事務所の人らしいで、これ。うん。いや、じゃあ、絶対そう、絶対そう。いやいや、投げる投げる、絶対投げる。いやいや、弁護士が、弁護士事務所の人ってことはやで、考えろよ。弁護士を名乗ってるんじゃないねんって。弁護士事務所のオーナーさんってことでよろしいですか、大花火の人。いやいやいや、違う、これ絶対合ってる。オーナーさんや、オーナーさんや。嘘じゃない、俺は信じる。この人のこと。え、だって弁護士のオーナーさんって別に弁護士ちゃう人がやってるパターンも結構あるから。例えば〇〇法律事務所って言って、オーナーの人は別に弁護士じゃないパターンある、ある、ある。いや、めっちゃある、めっちゃある。俺そのパターン知ってんもん。ほんで、あ、ふわっちの運営とやり取り配信監視を依頼された事務員の人、はい、パワーです、オッケー。ほら見てみろや、ほら、どんどんください、大花火、オッケー、ありがとうございます。いや、俺は信じる、俺は信じるよ。うん、ちょっとあえてやん、信憑性を上げるために、あの、え、だってあれやろ、おそらくその投げてるアイテム弁護士事務所から費用出るんでしょ、多分。ちゃうかな、ちゃうか、これ絶対そうやと思う。うん、うん、いやいや、アホじゃないな、いや、合ってるよ。うん、絶対合ってるわ、俺は信じる、この人のこと。うん、待って、タイトル「ゼロワンの弁護士が」、ちょっと待ってよ、タイトル変えるわ。あ、間違えた。ちょ、また iPhone。
山田さんには後で事務所、あ、よろしくお願いします。パワーアザス、オッケー、大花火、オッケー。俺ゼロキュンから許可もらってる側なんでね、言うたら、うん、ちょ待ってな、ありがとうございます大花火。ちょ待って、ゼロワンの弁護士から、ゼロワンの弁護士事務所から連絡来る。これでよし、 OK。 うん、いや俺は信じるよ、うん、俺は信じるよ、うん、いやちょちょちょ、だって言ってるやん、だって言ってんじゃん、ゼロワンの弁護士事務所から連絡来ます、はい、うん、来ます。え、ほんで僕はどう動けばいいですか、あの事務員さん、東京弁護士会所属の事務員さん、僕はどう動けばいいですか、より事実の整合性を上げて、一応俺ゼロワンから許可もらってやってる兼ね合い、僕はどうすればいいですか、ゼロワンの弁、事務士になってる、あ、ごめんなさい、弁護士事務所、ごめんなさい、ちょ、事務所、所ってどっちやろ、こうか、これでいいか、事務所でいいか、本当のことは話せばいい、忙しくはない、うん、どうすればいいですか、今ここでなんか事実ここと違うっていうところあんねやったら言っといてくれたら訂正はいくらでもいけるから、うん、あ、ところか、ごめん間違えた、所間違えた、すいません、ところ、これでいいか、うん、どうすればいいですか僕は、うん、何か指示とかがあるんであれば言っていただけたら、はい、まあ、今出てきてるところだけ本日はまとめるか、そしたら、うん、いやでもあれやろ、事務員さんの人からこうやって、うん、ここが違うよってご指摘あるってことはあれちゃうか、こういうことやろ、うん、いや危なないやろ、だって全部これうさこちゃんが放送で言ってたことを何、あのそのままただまとめてるだけで、なんやろな、これが事実です、ゼロワン悪いよねとか言ってるんじゃないからな、で俺ゼロワンからちゃんと許可もらってるんで、なんで俺の話しねえんだよっつって怒られたとこやから、うん、いやでも事務員って言ってたで、ゼロワンが雇ったというか、ゼロワンがクライアントやろ要は、うん、いや大花火投げるってことは絶対関係性ある人やって、絶対、うん、ゼロワンに聞く、一回電話して、なんかゼロワンの弁護士の事務員さんからアイテム付きで連絡来たよっつって、うん、うん、一回聞いてみる、ゼロキュンに聞いた方がいいか、うん、一回聞いてみるわ、うん、聞こう、ゼロワンに、うん、一回聞くだけ聞いてみよう、うん、でもな、大花火が結構説得力あるからな、うん、一回電話してみます、ゼロワン社長に、うん、ゼロワンで出てくれるかな、今忙しいかな、今無理かな、うん、飛行機乗る、じゃああかんか、いや俺本物やと思うけどな、うん、今の人、うん、え、じゃあまあ電話出えへんからまとめやるか。